ラジオデビューいたしました。ありがとうございます。なんですけど、もう本当に正直に申し上げるとですね、はみさんどうもこんにちは、公認会計士 YouTuber のくらいです。さあ、今日はですね、ちょっとした告知がございまして、これ撮ってるんですけども、タイトルにもある通りですね、私ですね、ラジオデビューいたしました。ありがとうございます。会計士になってよかったなっていうね、感じでございますけど、今日はですね、そのラジオですね、どんな内容なのかと、裏側ね、どんな感じでいたのかということをですね、ちょっと皆さんに紹介しようかなというふうに思います。で、こちらのね、ラジオのタイトルですけれども、武藤トムとハッシュタグ経理部で働く人たちっていうですね、そのふうなねタイトルでやらせていただいておりますけども、この番組はですね、経理部で働く人ですとか、あるいはもう今から経理部で働こうかななんて、そのふうに興味を持っている方に向けてですね、経理とか会計に役立つ情報をですね、こうゆるっと楽しくですね、配信しようというふうな、まあラジオ番組でございます。このねタイトルにもある通りですね、武藤トムさん、皆さんご存知ですかね。 AKB ファンの方はねご存知かなというふうに思いますけど、この方 AKB の方なんですよね。アイドルをしながらですね、なんとですね、気象予報士の資格を持ってらっしゃるんですね。で、それプラス FP の資格を持っているというわけで、めちゃくちゃ頭いい方なんですね。この方がですね、武藤トムさんがメイン MC となって番組をしているというふうな感じですね。もう一方ね、女性の MC なんですよ。まあ、この方はね、CPA ラーニングの一般の女性社員の方なんですけどね。この女性社員の方とですね、武藤トムさん、この二人がですね、MC となってですね、毎回ですね、まあ、会計とか経理のプロの方をゲストに呼んで、経理とか会計の疑問にお答えしようというふうな番組なわけですよ。で、その番組に初回ゲストとして私が登場したというふうな、ね、感じでございます。本当芸能人とね初めてお会いして喋るわけなんですけど、もう本当ね正直に申し上げるとですね、めちゃくちゃ緊張しました。本当ねめっちゃ緊張してですね、武藤さんすごいいい人なんですよ。私のですね、もう緊張をですね、こう和らげようみたいな感じでですね、和みムードにねしていただいてですね、もう多分聞いていただけるともう分かると思うんですけど、私ですねめちゃくちゃこう手数が多いです。めちゃくちゃボケてます。はい。そんな感じでございましてですね、ちょっと緊張しながらねやっていたというふうな感じでございますけども、初回のねトークテーマはね、経理部って何っていう話からね始めております。やっぱね、経理部って結構世の中誤解があるというふうに思いますんでね、なんか領収書を集めているだけの部署ですとか、あるいはなんか電卓だけ打ってる部署とか、あるいはもう誰とも喋んない部署みたいな、そんなふうなね誤解が生じていると。で、実際にですね、もう MC の方々もねそういうふうに思ってたみたいな、そんなことがありましたんで、いやいやそういうのじゃないんだよということをですね、私がまあゲストとして、話しているというふうな感じですね。まあ、なので初回とですね、まあ、数回私ね登場しますけれども、まあ、他にもですね、まあ、現役で、まあ、経理の方ですとか、あるいはね会計士の方ですとか、そんな方がね登場して、でこう皆さんの疑問とかにお答えするみたいな、そのふうなね感じでございますね。本当ね、でもねすごい楽しかったですよ。本当ラジオって私初めてなんで、あこんな感じかっていうね、いつもね私ねパワポとか使ってですね、図を使って説明するんでね、言葉だけでなんかね経理部って何とか、そのふうなね話をするのって結構ね難しいなってね感じですね。でやっぱりね武藤さんとか慣れていらっしゃいますね。本当うまくこうね回してくれるわけですよ。でやっぱねこうオーラがやっぱ違いますね。やっぱそういうのにもうタジタジでちょっと緊張しちゃってねそんなこともあるかもしれないんですけども、まあ、こちらの番組ですね、ラジオと言ってもですね、ポッドキャストとですね、あと Spotify とオーディオブックですね、はい、こちらの3つのアプリからね配信しておりますんで、好きなアプリですね、ダウンロード済みのアプリからですね聞いてほしいなというふうに思います。で、まあ、私だけでもないんでね、いろいろこう他の方もねゲストで来ますし、毎回ですねこのラジオの最後にですね、この MC2 人だけでこうね話す女子トークみたいなのがあるんですよ。で、どっちかというとそっちの方がね面白いです。私みたいなおじさんが喋るよりですね、女性こうね初回のトークどうでしたみたいな、初回のラジオどうでしたみたいな、緊張しましたみたいな、そんな話をねこうキャッキャッキャしてるわけですよ。でなんか年代も近かったみたいなね、すごい楽しそうなわけですよ。で私横にいるんですよ。私横にいてこうマイクもオンになってるわけですよ。マイクオンになってるからあんまりねこう喋っちゃダメなわけですよ。だから横でねこううんってね笑いながらね声をね押し殺してですね、うんってそんな風になっているんで、ね、そこもちょっとね毎回の見どころでございますんで、まさかねこんな芸能人と喋らせていただける機会をねいただけるなんて、ね、本当夢にも思っていなかったことなんで、ね、本当会計士になってよかったなっていう風にそんな風に思いますし、 CPA 会計学院で働いていてよかったなっていうねその風に感じている今日この頃でございます。はい、これは毎週水曜日のお昼ぐらいにこの配信されますんで、なので、まあ通勤時間ですとか
お昼休みでもね、ちょっとながら時間で聞いてほしいなというふうに思います。ポッドキャストとかいろいろありますけども、お便りも受け付けておりますんで、毎回こう質問ね回答していこうみたいなこともございます。どしどしね、お便り欲しいなというふうに思います。というわけで、ちょっとね告知でございました。この YouTube チャンネルとですね、そのラジオですね、フォローしていただけるとね、すごい助かります。というわけで、またね次回の動画とラジオでお会いしましょう。またね。